フォルテは写真フィルムのブランドであり、かつて存在したフィルム及びインガシ、現像液を製造販売するハンガリーの企業である。正式社名はフォルテ写真科学株式会社、英文社名はフォルテフォートケミケル CO、リミテッドである。フォルテパン 17D の120フィルム製品で撮影された写真。1922年3月、ハンガリー王国の時代に、 イーストマン・コダックの写真フィルムと因果詞の工場として、現在のペシト県バーチに開業したのが同社の始まりである。コダックは1910年代にすでに土地を購入していた。1945年5月8日、ハンガリー王国は第二次世界大戦に敗北してソビエト連邦の占領下に置かれ、1946年2月1日に共産主義国家である、 ハンガリー共和国が成立して以降の1947年6月30日、コダックは同工場を放棄した。1949年、ホルテゴ司会者となる。1970年代には1500人の従業員を抱えてる大工場であった。1989年10月23日のハンガリー第三共和国成立を受け、1992年、 同工場は株主会社か、ホルテ写真科学株式会社となった。2004年に破産、翌2005年には、諸文字チュルゴーの投資家たちが同社を買収、ホルテインベスト資本投資株式会社と、会社を10億フォリントを売り上げた。2006年には1億5000万円の損失を出し、翌2007年1月、すべての生産を中止した。従業員は、 数十人のみになっていた。2010年、ポリワームトーン計画が持ち上がり、スクラップ寸前のフォルテ工場のインガ市生産のための機材を運び出し、ドイツで使用することになり、アドックスに引き継がれることになった。日本では、長野県、白馬村のグレースが、同社の正規輸入代理店であった。すべて生産終了。ありがとうございます。